たける心を殺すことある。今回の動画は外録大好きラブ太郎さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。避妊もやっぱ本当はダメで、もちろん絶対やめなさいっていう感じではないですけど、やっぱり避妊はやっぱり神様からのその贈り物を断つなんてもうありえないみたいな。そのお母さんの場合は3人兄弟ですけど、あ、3人じゃないですよ、本当は6人兄弟なんです。え、本当は6人兄弟、で3人養子に出してるんですよ。ただその次女は戻ってきてまして、そう、信者家庭に養子を出すんですけど、その分派だったことは分かって、統一教会の中でもで分派って言ってもやっぱ統一教会的にはもう邪教なんで、もう返してくださいって戻ってきて、で一番下の2人女の子ですけど、まだ養子に出した感じなんです。教義の中で養子が推奨されてるんです。そうか、子供ができないって家庭もいますか。そうなんですよ、統一教会のその目的がありまして、で、まあ、三大祝福とか言われてますけど、個人の個性を完成して、まあ、人格完成をして、その次に家庭を完成しなさいと。ってことは子供が必要なんですよ、教義の中で、なので子供ができない家庭っていうのはもう本当泣いて祈って、でもう養子にもうエントリーしたりとか、もう養子ずっと養子待ちがたくさんいますから。そっか、それいやでもよくできてますね。それすごいですよね。ただその否認しちゃいけないから普通の家庭より子供できて。そうなんですよ。で献金するから育てられないと思ったら、その子供できない家庭ってことなんですか。そうそう、いやでもそれは言わないですよ。あの経済的に育てられなかったからあげたんでしょって私親に言ったことあって、それはもう断固否定してました。違う、やっぱ子供が恵まれない家庭にね、あげるってことはもっと 天国にすごく功績を積むことだから、うん、それ何歳ぐらいの疑問なんですか。待てよ、私がで妹と4つ離れてまして、私が4歳ぐらいの時にその養子出して、まあ、その全部年子なんですけど、でその頃その兄弟がお腹にできたっていうのがすごく嬉しくって、で兄弟になるのかなと思ったら、いやこの子は誰々さんのとこにあげるんだよって言われて、すごくショックで、なんで兄弟が良かったのになと思って、それはすごいずっとなんかショックだったんですよね、妹が欲しいなと思ってたので。そうか、初めての女兄弟。そうそう、でも実際まあ妹帰ってきたんで、で妹とは一緒にいたんで、結局4人兄弟でずっと来たんですけど。妹何歳か10ヶ月あたりとかその辺で帰ってきたんですよね。でもその後また2人産むけど。そうなんですよ。いやだからもうこれも本当に養子前提に作ってる可能性がすごく高くって、いや養子制度ってでもそもそもやっぱどうしても育てられない事情がある家庭があげるっていうことが一般的ですし、なんか3人産んでて、じゃああと産んだ3人養子って、普通に常識的に考えて倫理観がおかしいですよね。てかダメですよね、そんなこと。なんでちょっとこれは悪用、養子縁制度の悪用なのかなってすごく問題に思ってます、そうです。しかもきっと養子をもらった方なんて統一教会のおかげで自分たちに子供がもらえたみたいな、より深い、そうなんですよね、なんかなりそうですね。ですし、まあ、ただでさえ私たち元2世って、自分たちが生まれた理由っていうのはもうムン・ソンミョンの、そして統一教会のおかげで生まれてるわけで、ちょっとアイデンティティ崩壊しちゃうんですよ、本当にズタズタになるんですよね。でもその養子の子たちってもう里親もそうで、で実の親も統一教会の人間、もう逃げ場がなくって、いやもっと崩壊するような、存在意義分かんなくなるよなって、すごくそこはちょっとね、問題で。一緒に暮らさなかった下2人の妹とは、あんま会えないんですか。あんまり会ってないですね。ちょっと距離があまりにも離れてて、まあ、経済的な事情でもちょっとしょっちゅう会えないですし、もう本当に手紙に写真が入れられてて、たまに届くっていう感じですかね。お母さんは高校卒業したらどうするんですか。高校卒業後も、まあ、本当進行高くってピークに達してたので、やっぱゴールは合同結婚式とか
やっぱ祝福結婚なんですよね。でそれ受けたいって思って高校のちょっと3年生のその登校日が結構限られてくる時あるので、うん、そのタイミングでまあ修練会に出るんですよ。結婚を受けるための祝福結婚、うん、21日間の千葉で行われるんですけど、21日間なんです。合宿ってことですか？合宿です。冬だったんですけど、まあ、フロアもう 2,3 日に1回で、結構修練会ってそういうこと多いんですよ。今回風呂なしですとか、うん、その2日間だけなので風呂ないですとか、うん、あと夏場でもなんか2日に1回とか、なんか中学生高校生の時の参加した修練会は結構レベル高いので進行レベル、うん、OK 1人何杯までですとか、体がそんなこともあるぐらい、まあ、結構修練会ってお風呂事情あるんですけど。そうなんですか、それめちゃくちゃ安いとこに行くからってことですか？ああ、お金の問題、それとも金の問題もあるんじゃないですかね、やっぱり節約です。ホテルかなんか行くんですか？あ、ホテルじゃないです。なんかそこはもう修練所っていうもう建物ですね。統一教会を持ってる建物があるんですか？あ、そうですね。あ、でそこ男女いるんですか？男女いますね。男女いるけどやっぱり結構男性とは別にこう、まあ、講義は一緒に受けますけど、班とか組まれるんですけど、班はやっぱ女性男性はちゃんと分けてって感じ。それは何するんですか？もう結構ひたすら講義を受けたり、あとなんか告白の、ああなんかあった、告白のなんか時間みたいな、こう班長かなんか呼ばれて、うん、でなんか一線超えてる人はこうなんか申告してくださいとか、一線っていうのはまあその堕落しちゃった人、ほうほうほう、性交渉、婚前交渉、自由交渉しちゃった人は申告してくださいみたいな。まあ私はもちろんしてないんで、まあでもそれでも個別に呼ばれて、まあ今までどういうことをなんか男女のなんかそういう経験はあったとかいろいろ聞かれてってことはありました。そういう逆にその知ったことありますって答えちゃう人いるんですか？でも結構みんな正直にやっぱりもうそういう雰囲気なんで。へえ、それしちゃった人はどうなんですか？そこから追い出されるとかあるんですか？いやいや、そこからどうなるかは分かんないですけど、結構なんかその修練会中じゃないですけど悔い改めのなんか書を書いたりとかはありましたね。なんか罪を書き出してこう提出とか。じゃあもうみんなの前でこの人たち、ああいや、それはそれは確かに。みんなの前ではないですね。でも高校時代はバイトとか部活とかやってないですか？あ、バイトはやってました。高校生で部活はちょっと途中でやめましたけど、一応はやってくるけど、バイトはなんかコンビニバイトしたりとかいろいろ。それはどうするんですか、そのお金は？いや、そのお金は結構親に渡してたことが多かったですね。やっぱ生活費が苦しいからとか、向こうからちょうだいって言ってくるんですか？そう、そうですね。あとまあまあすごい、まあ、真面目だったんで自分から渡したりとかもあったんですけど。それも献金使ってって今で渡してるんですか？それとも、いや、一応やっぱ生活費っていう前提で。妹もいるしね。高3でコンビニバイトすると月給いくらぐらいあるんですか？あ、でも本当に学校行きながらの時はそんな2、3万とかで、でも夏休み期間中だったら結構もうしっかりフルタイムで行ったりして10万ぐらい稼いだりしてる時もありましたけど、それほぼほぼ親、結構ほとんど親に取られてきましたね。その卒業後も結構ひどくて、結構もうしょっちゅう親に渡さなきゃいけなくて、卒業後は一応福祉系の仕事を高校からやってたのがあったんで、総合結構フルタイムで勤めてたんですけど、まあお金すごい請求してきて、まあその同時期に兄がその教会系の大学行ってたんで、兄二人がそのお金もあって、もうバイト先まで取りに来たことあって、もうそれ私は拒んでたんで、でも来て、え、なんだ、もう帰ってよみたいなこと言うんですけど、いやもう本当に今日困ってるから、今月は本当大変だから頼むみたいな、で帰らないですよ。だからバイト先にいる人になんか知られたらめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。で無理無理無理と思って、でもその時はもう渡しちゃったんですよ。なぜか給料日知ってて、給料袋をまあもう渡し、え、どうですか、統一教会系の大学ってあるんですか？あります。韓国に孫文大学っていうのがありまして。韓国に留学するってことですか？留学してました。お兄さん2人、はい。え、でもお母さんってそれこそ全国2位になってくらいだからその道行かないかってなるんですか？なんかいろいろ私もそっちに行こうかと考えてたりもして、孫文大学行こうかなって、まあ、でもまずはその21日の結婚前の修練会出て、
なんか自分が何したいのか見つけようって思って行ったんですけど、まあ、ちょっとそこである事件が起きまして、まあ、全てちょっとなんかもうお先真っ暗になっちゃったことがありまして、まあ、そこの21周年修練会の最終日に男性の班の班長からセクハラを受けまして。何歳くらい？あれは18歳ですね。18歳で、あ、向こうが、まあ、20代後半か30代なのかなって感じで、でちょっと手伝ってみたいなことを言われて行ったら、こう個室に連れ出されて、で肩をこう抱いてこう写真撮られ、うん、なんか頭撫でられたりとか、うん、そういうことがちょっと気持ち悪いですね。ちょっと気持ち悪く、ちょっとこう、ね、腰に手回したりだとか あって、まあ私はその時はちょっと今は違いますけど、もう信仰がすごい高かったんで、まあ、結構かなり衝撃的すぎて、それぐらいのボディタッチも信仰心が強いと、いやもう絶対ありえないです。でこれ絶対サタンだってもう分かって、でその後にでもなんかメールが来てまして、 Facebook とかそういうのから調べたらしくって、メッセージ来てまして、もう長文で何回も来て、なんか会いたいよとか、そうそう、もう寝待ちたかとか、気持ち悪いですね。期待して、結婚してるんですか？結婚はしてないですね。まあ独身なんだ。ちょっとさすがに怖くなって、まあいろいろ報告したりして、で家帰ってからも親に報告したりしたところ、でもその本人、その男性はなんか覚えてないって言い出したらしくって、ちょっとこうベッドで仰向けになって本を、教本を抱えて、なんか霊的になってるとか、なんかちょっと尻滅裂なこと言ってるみたいな。こっち、お母さん、あの、いや向こうが、あ、向こう、向こうでそんなこと覚えてない、だからサタンが入ったんだねみたいな、こうふわーみたいな。へえ、それそこからですか、その不信感みたいな。いや、かなりそれでショック受けて、私ちょっともう学校も行けなくなって、卒業式出れなくなっちゃったりとか、なんでちょっと将来のその大学がどうするかとかもちょっと全部ちょっと無理になっちゃって、ちょっと家にちょっと閉じこもっちゃったりして、でしてる時に母がまあそういうことをまあ、上の人と相談したりしてたらしくて、なんかそれはあなたに、さゆりちゃんに悪霊ついてるからっていう答えをもらったから、ちょっとチョンピョン行ってお祓い行ってきなよみたいな、チョンピョンっていうのはまあ韓国にありまして、除霊施設が、修練会あるんですよ。でそこに40日間の修練会に、まあ、2回ぐらい参加するしたんですよね。チョンピョンっていうのは統一教会でちょっと聖地的な意味もある。あ、そうです、そうです。へえ、聖地的な場所ですね。そこにトイレットがあって言われたんですね、溢れついてると。朝と昼と夜と3セット毎回除霊があって、体叩きながら歌歌って除霊するんですよ、集団で。でこう、まあ、その合間は講義受けたりとか。それメンタル回復するんですか？いや、私そこで、まあ、精神崩壊したんですけど、なんかもうそこも結構、まあ、ちょっと教会用語なんですけど、霊的になってるっていうんですけど、まあ言ってみればそうやって、だから人格がおかしくなる人が多くて、そういう人も見ちゃってるんですよね。私なんか夜中に急にうわー死ねーとか言って叫び出す人とかいたりとか、そういうのを見て、ええー、何これ何これみたいな、そんな経験したことないんで、怖い怖い怖いと思って。みんなお母さんと同じような精神的な人が送られる、まあ、あ、でも結構やっぱりもちろん元気な人も来るんですけど、やっぱりちょっと問題が抱えてる人、病んじゃってる人も来るんで、まあ、そこのジョンプいろいろルール厳しくって、あんまりこうだから自分の悩み話しちゃダメっていうルールもあったりとかあるんですよね。霊的なもの移っちゃうからとか、まあ、でもそうやって精神崩壊しちゃう人が多くって、でまあそこでちょっとね、自分もだってもう毎日お祓いして講義びっしり受けて頭おかしくなってくるんですよね、なんか精神がほんと不安定になってきて、である時その、まあ、解離性統一性障害みたいな症状が出ちゃって、もうなんかね、もう言ってることがなんかおかしくなってくるんですよね。もうなんか言動が支離滅裂、自分で意図しない言葉が出てくるんですよね。でおかしくなっちゃってるっていうのもみんなも気づいてて、でもまあちょっと 2,3 日でもそれでも続行して修練で、次行った時ぐらいにチョンピョンに多分その時に崩壊して、その時はなんかもう道路張ってて、でそこで霊媒師が来て、そのチョンピョンのなんかトップみたいな除霊おばちゃんが来て、病院連れてきなさいみたいな。でそしたら救急車来て、で私はもう
なんかそこでもう一番なんかギャーみたいな叫んだんですよね。なんかもう本当にこう掴まれるんですよ、両側から男性から。で救急車にもうわーって無理やり担ぎ込まれるみたいな。で精神病棟にも行って、精神病棟行ってからはちょっと硬めのなんかちょっと本当に細いなんか狭いベッドあって、なんかもうちょっと見た目牢屋みたいな、そこに行かされてうつ伏せにされてちょっと暴れてたんで、で、まあ、後ろからこう注射麻酔でブサッて刺されて、で眠らされてみたいな。で目覚めたらまあなんか何が起こってるのかも分かんないし、でなんかご飯だけ出てくるみたいな、ちょっと本当動物園の檻飼いみたいな。で人を呼ぼうとしたんですけど、ちょっとあまりのストレスで声が出なくなっちゃってて、ドアを叩いたりして人を呼んでたんですよね。誰かいないかなと思って、そしたらなんか韓国人の男の人2人ぐらい来て、なんか韓国語でなんか言ってるんですよ、いやいやいやみたいな。そしたらなんかこう体掴まれて、でベッドにも拘束されて、 この辺ガシャンガシャンみたいな、足とかも全部拘束されて薬飲まされて眠るみたいなのが多分2日目か3日目はそんな感じで、多分確か3日目ぐらいにお医者さん来て、でその人はなんか韓国人だけど日本語喋れるみたいな人来て、あやっと来たと思って、でなんとか声を出してここから出たいですみたいな、お願いします出させてくださいみたいなことを私言って、でまあちょっと様子見てからねみたいなことを先生に言われて、で共同部屋に移るんですよね、共同部屋のベッドに。でそっからもまあ除霊とかもあって病院で、今日お昼頃になったらこう呼ばれて、はいじゃあここで精神病の患者のあなたたち薬事してください、除霊してくださいっつって、またこうやって体叩いて除霊したりするんですけど、っていうのがあって、もう本当にそこでの生活が結構しっかり鍵もかけられてて、マジでやばい声も聞こえてくるし、叫んでる人の声とかで、私もう本当怖くて出たくて、なんでなんとかちょっと病状が出ないように、なんかね本当にちょっと黙っててこう病状隠してたんですよね。あもう大丈夫だから出していいよって言われるために、って言われるために、うん、そんでようやく退院できそうって感じになるんですけど。じゃあその精神病棟っていうのは統一教会専用ってわけじゃないですか。それはチョンピョンの本当に修練所の結構隣に、すぐ隣にあって、だってその管轄だと思うんですけどね。だって奴隷を他の人たちもまとめてやってたから、はい、そうですそうです、病院内でそういうことあったので、一般の人も受診してきているのかはまたちょっと定かではないですけど、うん、やっぱりそういう教会が絶対建てたっていう。だからしょっちゅうそういうことが日本で起こったらそこ韓国に行って、はい、でさらに悪化すると病院に行くってまでのこのサイクルができてるんですね、ちゃんと。やっぱりそういう子もいましたね、やっぱり何度もそういう病院精神病棟行ったっていう子も聞いてますし、あと、うん、まあこれは定かではないですけど、山上容疑者のお兄さんもその私と同じ精神病棟に行ったっていう噂もありまして、結構2世でそうなっちゃう子が多いらしくって。2世の方が多いですか、その精神病棟。まあその統計は分かんないけど、統計は分かんないですけど、なんかでもやっぱりいるみたいで、うん、すごい。でもそこまで言ったら設計されてあるんですね。いやまあ確かにそうですね。あの途中で何かのショックで狂う人も必ず出るから、うん、それを伝って韓国に送って、まあそうですよね、韓国です。それでもダメだった場合に精神病棟に行かせるみたいな。なんかでも修練会とかのそういうスタッフの募集要項に霊的な問題がないって書いてあるんですよ、結構。ってことは、まあ、霊的なるって教会用語で精神崩壊ですけど、精神崩壊する人がいる前提のなんか募集要項じゃないですか、っていうぐらいのにはいるっていうことは認識してますけど。すごいな、それすごい世界で歴史があるからこそ培われたそのサイクルっていう、ね、そうですよね。怖いですけど、もちろんやっぱりその解離性同一性障害について詳しい人はやっぱり虐待を受けた人が多いとかっていうふうには聞きますね、小さい頃にすごい自分を押し殺しちゃって、それがやっぱ爆発しちゃったりとか。それが暴力じゃなくてもその恋愛してからなのか。もちろん親から暴力はなかったですけど、サタンの虐待とか、なんかそういう信仰の強制のね、人権侵害だったり、やっぱり自分の自由意志があんまりやっぱない
そういうのを縛っていく競技なのでね。それで出るじゃないですか。日本に戻るんですか。日本に戻りましたね。そこからはちょっとまあバイトを頑張ったりするんですけど、ちょっと本当に精神的にダメで休みがちになったりとか、まあ、引きこもっちゃったりとか、そこから私なんかパニック障害みたいな、障害みたいなの始まって、まあ、それもちょっとやばくって、なんか夜本当にめちゃくちゃ気持ち悪くて吐き気してくるんですよね。でもうめっちゃ怖くなって、なんか酸欠みたいにもなるし、で次に体震えてくるんですよね。でなんか自分に何が起きてるのか本当分かんなくて、で、まあ、家に引きこもってたんですけど、まあ、あまりにもちょっと怖くて、で母とかに助け求めて、助けてって言って、何が起こってるか分からないみたいな、救急車呼んでみたいな、救急車 2,3 回本当運ばれて病院行ったりとかもしたんですけど、でも調べてもなんか特に異常なくってっていうことが続いて、もう本当になんかパニック障害うつ病を繰り返すみたいな。なんでそこからもちょっともう一回神経科に入院したことありまして、一週間、日本の方で、日本でも。そしたらその精神安定剤みたいな出されて、でそれがやっと聞いたんですよね。ただその時に、あ、これ聞くってことはもう精神疾患なんだな、そういううつ病の類だったりとか、で自分はそういうもう人間なんだなっていうのが分かって、ちょっとあまりにもそれがショックで、しもうその間ももうでいろいろ調べたりして、あ、こういうことってもう数年単位とか、なんなら10年単位とかで治んないものなんだなっていうのが分かって、でそこでもう本当に自分って社会としても必要とされてないし、なんかもう、まあ、教会ももう行かなくなってて、ただでも自分生まれてきた意味ってもう教会の信者作るためなんで、そのアイデンティティ崩壊しちゃって、生きてる意味がもう分かんなくなっちゃって、でそれでなんかもう自殺したいってもう思うようになって、で遺書書いたりとかもして。それもう何歳くらいですか。19歳とか20歳とかの頃ですね。遺書をよく書いてました。え、それはそこには何て言ってました。まあ手紙みたいな感じですね。親に本当のこと分かってほしくって、やっぱ今までも相談してきたりしたんですけど、なんかもう全部神様がどうだとか、そういう試練を与えてくれてるとか、神様がとか、そういうのは霊的なものだから除霊したら治るとか、全然なんか親としての言葉ってなくって、それも辛かったんで、なんかもう本当なんだろう、教会のことを間違ってることは自分気づいて、それを親も気づいてほしいし、分かってほしいし、でももう本当にまあ恨んでて、親のことも教会のことも本当に許せなかったけど、まあ、でも自分は人並みに愛されたりとか、親から優しくされてもらったこともあるから、それは事実だと思ってるっていうことも書いてました。で私はもう本当はもっと愛したかったし、人を、でもやっぱり親から本当に愛されたかったなっていうことも、はい。それでも書いたけど、どうやって思いとどまったの。まあ、書くんですけど、でもそれ読み返した時に、私は教会熱心だったからこそ親の気持ちって分かるんですよ、それを読んだ時の。もう親って本当何言っても話通じなくて、で、まあ、絶対いい解釈をしてくるんですよ、勝手に。そのよし、亡くなった子とか結構正直いるんですね、自殺した子って。そういう子ってなんか勝手に霊界で活躍していますよ今とか言われたりとか、あとなんか、あ、サタンに負けちゃったのね、あの子とか。っていう風に、やっぱもう死人に口なし、みたいな。死んでも分かってもらえないんですよ。だから、もうめちゃくちゃ悔しくなって、え、こんなことで、この人たちのために私死ぬのかな、みたいな。もうほんと悔しくなって、もう正直ほんと山上容疑者じゃないけど、もっとなんか恨み晴らせないかなとも考えたし、いやでももう自分できるのはもうちょっととりあえずも死なない、もう行きたいなと思って、悔しいから、もう本当にムカついて腹が立って、その思いでちょっと何とかして生きられないかなっていうふうになりました。どうぞ。その遺書を書いたぐらいの時には、もう完全にこの統一教会っていうものから抜けてやろうとか、そういう気持ちになってますか。そうですね、いやもう本当に恨んでました。なんか前にエホバの人で、自分は5歳から親がハマり出したって言ってたんです
て、なるほど。で、30後半ぐらいになって親のことはムカつきすぎてどうでもいいけど、0歳から弟がもうエスパーで、この弟だけは救い出したいってことで、なんとかこう救おうとしたって女の人を救い出したんですよ。結局弟はもう40年間信者だから無理で、親し逆にその弟を救えたらまず親だって言われて、親だけ救えたっていう人がいたんです。あ、そうなんですね。でもお母さんがその0歳から統一教会なのになんか抜けれたっていうのが、まあ、どうやってというかすごいなと思ったんですよ。生まれつき信者だったんですか。そうですよね。でも結構教会の対応もひどかったですし、そういうセクハラがあったりとか、そしてまた相談したってどうせもうなんか神様に祈ってごらんだとか、なんかもう祈れば答えが出てくるとか、そういうのは全部神様の試練だからみたいな、振り返ってみれば愛だってわかるよとか、それと自分の抱えてる問題のギャップ大きすぎますし、教会に答えを求めて出てくる回答があまりにもふわっとしすぎてて、でなんかもうちょっと具体的な改善方法はないのかなと思った時に、なんかそういうパニック障害を乗り越えた人とか、そういう人の本を読んだりして、まあちょっと心理学系とかで、なんかその人が実践したことをやってみたりとか、あとはまあ夫と付き合い出したりもしたことが当時とかは、なんかなんでじゃあ体にそういうことが起こってるかっていうと、体がもうものすごいストレスを感じて、それを落ち着けるために急激にこうなんか副交感神経か交感神経どちらかを優位に立たせて、落ち着かせるために血圧がブワーッと下がって気分が悪くなるんじゃないとか、そういう具体的なことを教えてくれて、それが教会で習っていた、今まで習ってたようなサタンがどうだとか除霊がとかいうよりも、すごく私はそっちよりも具体的だなってすごい腑に落ちて、でしかもそういうことをしっかりと実践していったら、すごく症状改善して、すごく前向きになれたので、あそこでなんか今まで言われてたことってもしかして全然間違ってて、ただ自分騙されていただけなんじゃないかなと思って、それで教会のこととかも調べてみたら、もう本当になんかムーソンなんとかも嘘だらけで、自分で勉強したことによって気づいたんですか。あ、そうですね、やっぱり勉強が大きかったかもしれない。でも小川さんみたいにその同じ私服服にして、親両方とも統一教会ですみたいな、生まれつき私統一教会って人でちゃんとこう抜けれた人って どれくらいいるんですか。でもその脱会の手続きっていうのを結構踏んでない人多くて、私も踏んでないんですけど、やっぱそういうのしたら大体引き止められるし、現住所書かされたりとか追いかけてくるまんまですし、みんなもうフェードアウトっていう形、もう行かない。でもそういう人の方が割合がすごく多いですね。なんか残ってる人は聞く話ではもう2割だけとか。それはやっぱネットがあるおかげってこともあるんですか。あ、それもある、ね、あると思いますし、まあ、単純になんかもうついていけないからとか、大人になってからは中高生みたいなノリがあんまなくなってくんですよね。ただ礼拝行って、はい、祝福受けましょうとか、なんかつまんなくなってくるんですよね。皆さんの場合はもうやめようじゃないですか。で、親を抜けさそうというよりは自分だけで抜けようとか気持ちですね。いやー、そうですね。正直やっぱりでも家族にもう間違いに気づいてほしいですけど、まあ何度話してきても全然もう話が通じなくって、もう向こう絶対になんかもう統一教会が絶対正しい。この事件後もそうなんですよね。あの事件後もあれはなんかスナイパー説がどうだとかいう記事をなんか見せてきたりだとかいう、ちょっともうほんとちょっとありえなくて、常識的に考えてもう自分たち統一教会に都合のいい情報しか鵜呑みにしないみたいな。それで小川さんじゃあそれ決意して家を出るんですか、フレイドアウトしてる。そうですね、私は20歳頃とかに家出ましたね、一人暮らしから始めて、その後夫とまあ同棲始めたりだとか、ちょっとご結婚されたりとか。そうですね、はい。でも結婚してからは一回その統一教会運営はもう離れるような生活をしていくっていう感じですか。まあ、そうですね、もういやもう、まあ、たまに本当に行ったりはあったんですけど、例えば兄の結婚式、祝福式がとかいう時にしたりとか、なんですかね、まあ、両親とも全く会ってないってわけじゃなくて、こちらの結婚式には来てもらいましたし、それもすごい
苦労したんですけども、まず親を本当今後縁切るのかどうするのかって本当に夫と話してずっと、それでまあ私次第だよねってなって、まあやっぱりまだ全部が全部恨みじゃなくて、よくしてもらったことも事実で、そこが結構未練として残っちゃうのはとか、あと自分の子供もいるんですけど、やっぱ子供のおじいちゃんおばあちゃんが片方いないっていうのもなんかそれもねちょっと親の都合だなって思っちゃうし、で一応そういう結婚式を呼んでみたとかっていう交流はあったんですけど、逆にその旦那さんのご両親はどういうご理解だったんですか？まあ、まずちょっとびっくりしてましたね。統一教会の人なんだ。でこの全然事件の前ですけど、うん、でもいやそういうなんかさゆりちゃんがそういうのに 今は入ってないんだったら、私たちはもうさゆりちゃんの味方よみたいな、ご理解だけども優しく、うん、理解があって、うん、でまあ、そういうのには私たちは絶対入らないけど、まあ、一応表面上は仲良くするっていうことはねって、でもすごい理解あるから、まあ、理解して成立した対応というか、そうですね、うん、お母さんとお父さんたちは時々こうしている時に引き戻そうとしてきたりするんですか？やっぱそこまではできないんだろうって思ってるみたいで、恐怖心はあるんだ、ただその、まあ、定期的に野菜が送られてきたりとか、でその中になんかそのハン・ハクチャ総裁の本入ってたりとか、あ、今ちょっと亡くなってから、あ、そう、今は奥さんが総裁になってますね。あとなんかもう本当子供を妊娠した時とかもなんかことあるごとになんか祈ってるよってメールの最後に書いてあったりして、もうあるあるなんですけど、いや頼んでねえしみたいな、いや祈ってるよがもう決まり文句なんですよね。祈られたくないですよね。ないし、私何回もメール残ってるんですけど、もう教会辞めさせてほしいし、なんかもう勝手に会員にさせられてるのも嫌だし、もうそういうこと一切もう勧誘しないでくれってこと言ってるけど、なんかもう向こうはちょっと祈ってるよっていうのが当たり前すぎて、なんか悪気なく使ってくるんですよね。親からしたらまだ脱会してないっていう主張なんですね。なんだろう、脱会したいって言ってることは分かってても、なんか親もコミュニケーションがちょっとおかしくって下手なのか、なんか定期的に聖歌隊で歌いましたとか教会の動画送ってくるとか、デリカシーのかけらもないっていうか、神経を疑うわっていうレベルで、そういうことをそれを見て私はどう思ってほしいのか、あ、やっぱりそうだね、正しかったんだねって言うわけないのに、なんかそれを期待してるのかは分かんないですけど、まあ、戻ってきてほしいよとはもちろんそれは思ってるんですよ。ご出産したのは今年なんですか？はい、4月に出産しました。そこからの流れでいうと、はい、あの事件は4月、出産後2ヶ月後に、そうですね、7月に起きて、それはどういう心の推移ですか？そのちょっと顔出して、まずは本当にツイッターから始めて、その元2世の人が結構たくさんツイートしてて、自分と同じような人いたんだみたいな、あ、こんなにしかもいるんだってことを知って、最初は交流したいなと思って、でなんか一回自分のことを書いてみたんですよね。こういうことはありましたって、で精神病棟行ったりとか、そういう教会にこんな被害受けてましたっていうことを書いたら、それが6万回ぐらいリツイート、あ、いいねされたりとか、なんかバズって、でそこからなんかちょっとニュースに出ませんかって依頼が来たりして、最初顔出さずに出たりして、うん、で顔出しになったきっかけは、その一回特集をお願いされて、うん、で電話も何回かして、で打ち合わせしてたんですけど、まあ、その何だろう、担当の方はすごくいい人で、うん、この2世たちの問題しっかりと取り組みたいんですよね、解決したいんですよねっていうことを何回も言ってくれたんで、なんかすごく信用できて、で私のことを結構長めにやりたいみたいなことも言ってくれてたんで、メインみたいな感じで、あ、だったらなんかもうこの際本当顔を出して自分の素性を知ってもらった方が社会にインパクトを与えられるし、あ、実際こんな人が経験してたんだってことを知ってもらえるすごいきっかけになるなと思って、それでちょっと顔を出してっていうスタートでしたね。逆にあの事件が起こる前に、はい、統一教会とそういう自民党にああいった深い癒着があると知ってました？まあ、一応選挙の依頼とかがあったのは
自分もその選挙協力については手伝えないかっていうことを声かけられたりとか、あと安倍さんについても統一教会側の人間ってことは聞いていたので。ニートも子供の時か。子供の時、まあ学生時代とか理解できるようになってからですかね。まあ一応知ってたら別にびっくりはしなかったかな。じゃあそっか、世間の人により、統一教会の信者の家族だったり信者の方が知ってるってことですね、その感覚というか。そうですね、もう全然なんか当たり前に知られてたかな。熱心な信者なら絶対知ってるって感じ。じゃあ、ニュース見た時どんな気持ちがわかるのって感じですか。いやちょっとまず本当びっくりして、で特定の宗教団体とかまず出てきて、えこれ絶対統一教会でしょってなって、親がまあ1億円ぐらい献金しちゃって、で家の冷蔵庫開けても何もないし、韓国行ったりとか、えちょっと待って韓国行ったりってうちじゃんみたいなのとか、いろいろすごい共感するとこが多くって、もう私も人生を結構もう精神疾患を抑えてめちゃくちゃにされたなって思ってますし、いまだにちょっと後遺症で気分悪くなったりとかあるんで、もうすごくちょっと共感するとこは正直あって、ちょっと本当にだから複雑な思いでしたね。だとしても、まあ、やっぱり人殺すこととかっていうことは全く肯定できないですし、国とかああいう自民党みたいなものへの恨みの気持ちみたいなのは、うん、その前からあったんですか。あ、自分自身はでもそこまで思ってなかったです。単に私はもう単純に統一教会が憎かったので、うん、あ、まあ確かに安倍さんがねっていうことは、でもそこまで私はちょっとなんか考えれてなかったなって。そうですね、うん、それによって明るみに出たのって、その与党が日本人から搾取した金で韓国に献金しまくってるみたいなことが明るみになって、えどっちなのみたいな。いやそうですね、なんかいやだからオウムの事件の時もオウムが改ざんして、で次はでも統一教会調べないとねってなったのに、それが何らかのね形でなんか調査が止まっちゃったっていうこともその事件後にニュースとかで知って、でそういう意味でもやっぱり国としての責任ってあるなって思ってて、被害がすごく拡大しちゃったので。ただ私がなんで国とかにそれ以前になんかそういうことを思ってなかったかっていうと、なんかどういう被害があったかって全然知らなかったので、でニュースとかネットとかにある情報って本当かも分かんないし、なんでこの事件後にこんなにちょっと広範囲にわたって被害があったんだって逆にちょっとびっくりしてるとこもあって、宗教っていうものは私は別にあっていいと思ってて、何かを信じたりするものは別に自由ですし、ただその宗教を人のその信じたいっていう気持ちとかそういうものを利用したカルトがすごくもうやっぱり許せなくって、それがやっぱり宗教法人としてお墨付きをもらって非課税っていうことはおかしいだろうな、おかしいって思ってるので。そのためのそのやってるんですか。そうです、はい。結局あれですよね、ギリ落ちそうな人たちが統一教会の力で当選してたみたいなことなんですよね。そうですよね。でも票的なもので言えば統一教会の票なんてわずかなもので、やっぱり選挙応援に利用できるっていう部分は大きいのかな。ボランティアでみんなちょっとやってくれるから、ね、そうですよね、うん、真面目に働くし。そうこうなった今、今後どうしていきたいっていうのがあるんですか。そう、やっぱり解散に向けての署名をしっかり呼びかけて、また解散に本当にやっぱり国としてしっかりとけじめをつけてほしい。で宗教法人格を剥奪してもらって、そしてまた今被害者救済法案っていうのを今回の臨時国会で成立させようとしているので、その内容がしっかりと中身がないものになるんではなくって、本当に被害者を今後出さないっていうことだったり、すでに被害を起きてしまった献金してしまった人が取り消しできるっていうような実効性のあるものだったり、それがちゃんと成立してほしいっていうことを、まあ、自分もちょっと訴えていきたいなって思ってますし、でそれにとどまらず、やっぱりしっかりとこういった宗教の理性が人権侵害されているっていうこと、今後もこういう子どもたちをに宗教被害を残したくないっていうのが一番の自分の活動の原動力なので、そういったなんか被害をなくす活動ができたらいいなっていうふうに思ってます。旦那さんはじゃあもう普通にお仕事しながらその合間でお手伝いしてくれてるって感じですか。
そうですね、どちらもちょっと今働いてるんですけど。小川さんも普通に働いてる？働いてます。これはもう人生をかけてやるぞっていう気持ち。あー、どうなんですかね、どれぐらいのスパンになるのかもわかんないですけど、でもやっぱ本当に金を出してやってる分、まあ、もちろん加盟ではあるんですけど、やっぱりそこはもう本当人生かけてるなって。でもやっぱ子供のためだったらもうね、子供たちの未来のためだったらそれぐらいやっぱ親としてしてあげたいなって思う部分はあるので。すごいかっこいいですね。いやでも怖いって気持ちはあるんですか？正直なんか殺されるのかなって思うこともあったりするんですけど、ね、なんか逆恨みだったりとか。でも正直確かに怖いって思うはあるんですけど、でも自分にそういう手を下すことって、うん、相手方にとってデメリットしかないですし、どんどん出ることによってそれができなくなる。そうなんですよ。そうなんです。あの結構有名な YouTuber さんの番組出させていただいたりとか、チャンネル出させていただいてるのも、やっぱりあの発信力つけるってことはそれだけあの向こうも攻撃しづらいことなので、ある程度やっぱりそう目立っちゃった方が逆にいい部分もあるので。そうなんですよ。ちょっと YouTube やってますか？そうです、そうです。なんか小川さんの YouTube 用にちょっと撮りますよ。同じ日に流されてまして。じゃあちょっと小川さんの回にさ、そうしましょうか。なんか今で喋ってないその情報ありますか、統一教会に関するのか、もしくは、あ、